いつも動画をご覧くださりありがとうございます。韓国ソウルで開催されているフィギュアスケートの四大陸選手権、注目の男子ショートプログラムが7日行われました。五輪2大会連続金メダルで、この大会での初優勝を狙う羽生結弦選手がショートプログラムの世界最高となる 111.82 点で首位発進しました。羽生選手は今大会直前に平昌五輪のプログラムに戻すことを発表し、世界を驚かせました。ショートプログラムがバラード1番で、フリーの方は生命という曲ですね。これまで五輪、世界選手権、グランプリファイナルを制してきた羽生選手、まだ主要大会での金メダルを手にしていないのは四大陸選手権のみ。自分らしく滑れるという五輪プログラムで男子初のスーパースラムを目指す。注目のショートプログラムは、冒頭の4回転サルコーをきれいに着氷すると、続く4回転トーループ、3回転トーループ、最後の3回転アクセルも完璧に決めました。五輪王者らしい圧巻の演技で会場を魅了。演技後、大量の熊野プーさんが投げ込まれ、羽生自身も拾うのを手伝っていたんですよね。ショートプログラムの得点は世界最高の 111.82、 暫定1位です。はい、ということですね。これ私も見ていましたけれど、もう完璧な滑りでしたね。それで何より驚いたのが、日本選手権では禁止されていたプレゼントの投げ込みが韓国のこの大会では解禁されていて、ここぞとばかりにプーさんのぬいぐるみが投げ込まれていたんですよね。で、一通り挨拶を終えた羽生選手が、なんとフラワーガールに混じりながらぬいぐるみを拾い始めたんですよね。昨シーズンから羽生選手と同じクラブに所属になったジェイソン・ブラウン選手が次に滑走するということで、早くリングを整えてあげたいという気持ちだったのかもしれませんね。最高の演技の後、さらにファインプレーを見たという感じでしたね。インタビューでは、歴代1位の記録を出したことに対して、もっと伸ばせると思うと、演技の質を上げていきたいみたいなことを言ってたんですが、いや本当にすごい選手だと思いました。フリーの演技は生命、こちらもとても楽しみです。はい、というわけで今回はこの辺で終わりです。コメント欄よりご意見ご感想をお聞かせいただければ幸いです。動画に対するグッドバッド評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。はい、登録後に現れるベルマークをクリックして全てを選択すると、ベルが鳴っている状態になります。こうすると令和芸能チャンネルからの、最新動画のお知らせなどが届くようになりますので、よかったらチャンネル登録と合わせてベルマークのクリックまでお願いします。最後までご覧くださりありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。それでは。